ちーちゃん。セトス、その、大丈夫か？ありがとう。じいちゃんとの思い出を懐かしんでるだけだよ。覚悟はしてたんだろ？ああ。じいちゃんの体はもうボロボロだった。無理して今日まで頑張ってたんだ。じいちゃんが見てる中、この一件にもケリをつけられた。これからどうするつもりだ？じいちゃんの意志に従うなら、沈黙の殿はヘルマヌビスの力を最も多く持つ者が上に立つべきだ。だからセノ、君が新たな修行になってくれないか？それが無理だとお前も分かっているだろう。俺は大マハマトラだ。教令院に残らなければならない。そう言われる気はしていたが、そもそも俺はここの環境やメンバー、文献のことなどほとんど知らない。お前らの修行に適していないだろう、セトス。最もふさわしい後継者はお前だ。もし俺たちが決闘をしなければ、あるいはお前が他に手段を用意していたら、罰令は今全てお前の手にあったかもしれない。バムーンもそう考えただろう。君はじいちゃんがそう考えてたと思うのか？ああ。けどバムーンの様子を見た限り、君たちの行動にあまり驚いてなかったみたいだ。もしかしたら彼はとっくにこういった結果を予想してたのかもしれないね。とにかく罰令が俺の元にある以上、俺が決めさせてもらう。いいな、セトス。バムーンを継いでお前が新たな首領になれ。お前は俺よりふさわしい。きっとうまくやれるはずだ。俺を助けるとでも思ってくれ。でもそれじゃ今までのことはどれも無意味だったことになる。そんなことはない。お前と俺は今や敵じゃなく友だ。つまり教令院と沈黙の殿は再び協力関係を結ぶことを意味する。この意味は非常に大きい、セトス。全てが良くなってる。それはお前らもだ。信じてくれ。そっか。確かにそれが一番いい結末みたいだ。実は薄々感づいていたんだ。バムーンはプレッシャーをかけることで初めから俺たちに罰令をかけて勝負させようとしていたと。そうすれば罰令を取り戻したとしても、渡したとしても、ヘルマヌビスの力は一人に集まる。お前が勝てば沈黙の殿の力は倍増する。俺が勝っても考えなしに沈黙の殿の首領になることはない。ましてや力でお前らを屈服させないこともバムーンは予測してたんだ。神の導きだけでなく、彼には教令院の支援も必要だった。バムーンが全ての責任を背負ったのは、比較的負担の少ない沈黙の殿を後世に継がせるためだろう。そうすれば後継者が誰であれ、教令院との交渉はやりやすくなる。手紙一通で先生をおびき出して、その後のことはどっちに転んでもプラスになるというわけだ。大マハマトラはそんな細かなところまで考えないと思ってたよ。確かに君の言う通り、そういうことは僕もじいちゃんも考えてた。何としても教令院との関係を改善しなければならないとね。あの儀式を利用したとも言えるだろう。セノ、感謝するよ。そのお礼に、君とクラクサ・ナリデビが認めた者には沈黙の殿でさらなる知識を学ぶ栄誉を与えよう。沈黙の殿は現在キング・デシェレト文明に関する情報を最も多く有する組織だ。君たちが必要とするとき多くの情報を提供できる。でも君たちは慎重に選択しなければならない。人類が同じ過ちを繰り返さないようにね。そうだ、ティナリー、
じいちゃんが君に会えて嬉しがってたよ。君はワルカシュナの末裔で、僕たちはヘルマヌビスの意志を受け継いだものだからね。伝記によると、ヘルマヌビスはティナル人の中からキング・デシェレトによって選ばれた賢者で、偉大なる身で神の眷属に昇格したとある。その後、彼はティナル人の仲間と共に崇高な目的のために戦った。沈黙の殿の設立からトゥライトゥーラの破滅まで、彼らはずっと肩を並べて戦ってきたんだ。トゥライトゥーラを離れたティナル人は、一般人と共にウリンへと移住した。数百年後、一部の人は砂漠に戻ったけど、多くのティナル人はそのまま留まり、子孫を残してる。もしかしたら、その人たちは君の先祖なのかもしれない。なるほど。僕の名前は、ティナル人から取ったって父から聞いてたけど、まさか僕も沈黙の殿と深い関わりがあったなんてね。悪くないな。そういえば、ジュライセンはどこ行ったんだ？ジュライセンは、じいちゃんの寝室にいると思う。あの人もじいちゃんを偲んでるみたいだけど、僕の前ではそうしたくないみたいだ。全てが君と、バムーンの計画だったというのなら、彼はジュライセン先生に対してそれほど敵意を持ってなかったのかもしれないね。さあどうだろう。もしかしたらジュライセンも君たちも、そして僕さえも、じいちゃんにとっては軌道を修正するための道具だったのかもしれない。じいちゃんはすごく意地悪だったからね。歴史の岐路に立たされた時、誰かが決断をしなければならない。このことはクラクサナリデビ様にご報告しよう。それから強霊院の代表を砂漠に使わせ、お前と面会するよう手配する。お前も落ち着いたらウリンに来てくれ。何日か泊まってそこの人々とつながりを作っておくといい。協力するなら互いをより知っておくべきだろう。うん、そうするよ。それじゃ、みんな、また。またな！絶対遊びに来いよ！いい年なのにこんな危険を犯すとは。大事になったらどうするつもりだ。誰が責任を取る。まあそうカッカするな。仕方ないじゃろ。仕方ないとはなんだ。長いこと学者をしてきて髪も真っ白だというのに、まだ自分が二十歳で英雄を気取れる年齢だと思っているのか。命を捨てに砂漠に行くなんて何を考えているんだ。バムーンが君を死に追いやらなかったのを感謝しないとな。ああ、はいはい。まったく君は、一体どっちの味方なんじゃ。君の同級生で同僚は、わしの方だというのに。もう呆れて物も言えない。君ってやつは、ほんとしょうもない老いぼれだ。何を言っとる。わしは、年老いた英雄じゃぞ。体一つでスメールのマハマトラの力を守ったではないか。でもまあなんだ、確かに今回はわしに落ち度があった。強霊院に戻ったら一ヶ月は君のために働こう。それでいいじゃろ。一ヶ月？いいや、三ヶ月だ。ティナリの先生、ジュライセンを嬉しそうに怒ってるな。近づかないでおこう。先生が悪いんだ。気にしなくていい。
先生のあんなに元気な姿を見るのは久しぶりだ。前回先生が興奮して人を怒鳴ったのは僕がまだ学生の頃だったよ。そうだ、これからみんなに事件の解決を伝えに行くんだが、お前らも来ないか。それが終わったら飯をおごろう。どうだ。妥当な報酬だね。うん、おいらも。よし行こうぜ。見つけた。おい、これ。あ、戻ってきたんだな。ほーい、ちょうどいいところに来たな。何があったのか聞こうとしてたところじゃ。砂漠に行って大変な目にあったんじゃろ。もう解決した。そこは問題ではない。セノもティナリも、そしてお前たちもだ。なんでそう不用心なんじゃ。トラブルにあったなら助けを求めるべきじゃ。この先輩は助っ人として最適じゃろ。それにわしは砂漠をよく知っておるからの。今はファルザン先輩に逆らわない方がいい。ああ、そうだな。わしがこのことを言うのは初めてじゃないぞ。もっと他人を頼れ。わかったか。でないと。これ、早く何とかしてくれ。あ、助けを求められてる。よし、ここはあれを。あの、ファルさん先輩、まずは落ち着いてくれ。この前、教練員を案内してくれるって言ってたよな。あの約束ってまだ有効か。何？おお、本当かコレイ。あの件を覚えててくれたのじゃな。よしよし、この先輩が昔講義を受けた場所をすぐ案内してやろう。ファルザンがコレイを連れてったぞ。あいつ、教練員のガイドでもやってんのか。コレイ、コップ。え？ん？ああ、わかった。あ、コップとは何じゃ。なんでもないよ。外にいるときは水を飲むのを忘れないようにって意味なんだ。コップはカフェに集合するという意味だ。学生時代、俺とティナリもこの合言葉を使っていた。代々伝わるもので、今は妹も使っている。なるほど、そうだったのか。ああ。あと二人だ。あいつらにも声をかけよう。急がなくてもいいのよ。俺の見間違いじゃないよな。お前ら、ここで勉強でもしてるのか。使い終わった資料を片付けてるんだ。見ろ、こんなにある。急ぐ必要はない。どうせ読む人はいないからな。今回は君たちのおかげで助かったよ。ありがとう。ああ、おかげで問題はうまく処理できた。予想以上にいい結果を伴ってな。なるほど。沈黙の殿が身を守るために使っていた手段は、そんなにも特殊なものだったのだな。長年隠し通せていたのにも頷ける。しかもそんなにたくさんの文献が保管されてるなんて。機会があったら、ぜひこの目で見てみたいものだ。いずれその日は来るだろう。何にせよ、沈黙の殿の意義は大きい。今回の例として、コーヒーと食事をおごろう。うん、悪くない誘いだ。なら、お言葉に甘えさせてもらおう。
ただここ数日少しコーヒーを飲みすぎてるんだ。別のものにさせてほしい。ああ、構わない。では行くとしよう。が心配だったと言うべきか。なかなかいい再現だった。気持ちも高ぶったよ。曖昧でよくわからない部分もあったが。なんだとは？おいらちゃんと話せてただろ。まずブワッと飛びかかってシュッと剣を突きつけたんだ。そこでバッと振り返ってガキーンと防御してだな。三戦とも勝った上に狩猟の座も譲るなんてかっこいいじゃないか。当然だ。強者は強者なりの風格を持つべきだからな。今回は僕も強者になってみたけど、砂漠で戦うことは滅多にないから、なかなか不思議な体験だったよ。そうだな、かなり壮観だったぞ。しかもパイモン、話に夢中になるのもいいが、デザートが来たぞ。さて、今日はそろそろ解散しよう。家に帰る前に知恵の伝道で整理できてない本を片付けた方がいいんじゃないか。そうだな。じゃあ失礼する。僕もお先に失礼するよ。また今夜はゆっくり休んでくれ。私も三十人団のところにお礼を言いに行かなきゃ。それとナフィスさんが教練員の仕事の流れを教えてくれるって言ってたし、もう行くよ。コレイは人付き合いが上手くなったな。みんなだんだん成長してるみたいだ。あ、旅人、パイモン、ティナリ、これから予定はあるか？何もなければ俺についてきてほしいんだが。秘密だ。サプライズだからな。だいたい見当がつくけど、確かにサプライズだね。気になるぞ。よし、早く行こうぜ。久しぶりに来たね。ここが連れてきたかった場所か。高いな。手を貸そうか？わかったよ。悪くないだろ。わあ、めちゃくちゃ高くて景色が綺麗だぞ。旅人、振り返ってみてくれ。
ここは俺の秘密基地でな。連れてくるのは親友だけだ。学生時代はよくここでぼーっとしていた。あの頃の俺はまだ幼く、友人も今ほど多くなくてな。昔の俺もセドスと同じような疑問を抱いていたんだ。俺は誰なのか、なぜこのような力を持っているのか、何のために戦っているのか。天から授かったものが自分の居場所を見つけるのを助けてくれる。俺はそうしてきたし、セトスも同じ道をたどるだろう。君たち、まるで兄弟みたいだよね。ああ、俺もそう思っていた。当然だ。謙遜しなくていいところは素直に受け入れる。昔ここでおしゃべりしながら宿題をしてたら、セノがうっかり果物を落としたことがあったよね。慌ててすぐ自分でキャッチしてたけど。あの一回きりだ。今はありえない。手を滑らせるなんてヘマ、俺はもうしないからな。懐かしいね。久しぶりに学生に戻った気分だ。そんな姿のセノ想像できなかったけど、なんだか頭の中でだんだんイメージが湧いてきたぞ。その辺でやめてくれ。ん？あれは？先生だ。お前らはここにいてくれ。俺はちょっと行ってくる。行ってらっしゃい。え？おい！もう飛び降りちゃった！気をつけろよ！これは…なんとも笑える。先生、何一人でブツブツ言ってるんだ。ああ、セノか。ちょうどいいところに来た。古いノートから何が見つかったと思う？昔の写真。ああ、このノートは賢者の執務室の備品に埋もれておってな、誰にも見つからないままずっと忘れられてたんじゃ。さっきナフィスと教令院に戻って手伝いの件について話してたんだが、その時に執務室に寄ってな、それでこれを見つけたんじゃよ。時間が経つのは早い。写真の中の君はこんなにも小さい子供だったというのに。写真の中の先生も若い。ん？この写真、リサ先輩が撮ったやつじゃないか。よく覚えてる。ああ、確かそうじゃったな。こんな角度で撮るなぞ、あいつくらいしかおらん。よくもこう、わしをひどく撮ってくれたもんじゃ。それとこっちは、俺たちが居眠りしてる写真だ。こっそり撮ったんじゃろ？まったく、あの娘と来たら。先生、俺に何か言いたいことは。はて、何のことじゃ？写真がうまく撮れとるとかか？いざこういう時になると何を言えばいいかわからなくなるものじゃな。わしは決して善人ではない。バムーンがわしのことを恨むのも当然じゃろう。セノ、君もな。何バカなことを言ってるんだ。ボケたのか。その言葉を聞きたかったんじゃ。砂漠を離れてからわしは何度も夢であの場所を見た。時に研究したり、時に彼らに助けられたりする夢をな。あれは本当にとても楽しい時間だった。互いに多くを学び合った。セノ、君はここ数年で随分と成長した。俺の先生であることを考慮して余計なことまで口走ってるのは突っ込まない方がいいな。ここはやはり口を閉じておこう。そう言いながら全部口に出すとるではないか。まったく、このジジイをいじめるとはどこが英雄なんだか。お、待った、もう一枚写真が残っとるな。これもリサ先輩が撮ったものじゃないか。
一体何枚撮ってるんだ。こう見ると小さい頃は可愛くて素直じゃったな。先生も昔はまともだった。君というやつはジョークも口答えもわしより上手くなりよって。そう言わないでくれ。先生のことは今でも尊敬してる。ふん、まあそれならいいんじゃが。なあセノ、時間を見つけてリサに会いに行かんか。ああ構わない。時間を作って会いに行こう。モンドへ。よし、なら予定に書いておこう。来週出発じゃ。おっと、来週はトマト栽培の対決じゃったな。ザハハリーと決着をつけねばならん。もっと他の趣味を作ってくれ先生。